はい、じゃあそうしましたらまず道具の説明から始めたいと思います。はい、そうしたら次針金切りと、まあ、やっとこうちょっと流れで説明していきます。針金切りなんですけども、まあまあその名の通り針金を切る道具です。まあ、最初のうちなんですけど、あんまり急にこう太い、まあ、アルミ線だったら大丈夫ですけど、銅線とかを切ろうと思うと刃が欠けたりですとか、やっぱどうしてもこう刃が割れたりとかがあるんで、なるべくこう最初のうちは細いやつを切ることをおすすめします。ただまあ、あの太いのを切る際にですね、こう一気に切ろうと思って力が足りなくてこうこじったり、こういう使い方するとすぐに刃が欠けちゃうんで、もう太いのを切るときはまっすぐこうグッと切り切ってください。でどうしてもダメなときは半分ずつ、半分切って半分切るという形で太いのは切っていってもらった方がいいと思います。で続きましてやっとこうですね。やっとこうなんですけども、まあ、針金を巻いたりするときですね、針金を巻いたりするとき先端を持ってこう巻いていく用途としても使えますし、こうシャリを作るときに切った先をつまんで皮をめくることもできます。こういった形で、シャリを作っていくっていう方法もありますので、覚えておくといいと思います。